詳細にします。詳細にします。熊の出没に注意してください。熊出ないと思うけど、好きだね。うん、現在地を表示します。前から車来たらどうする。走行以上に道が悪い。ハロウィンなんかコスプレとかする？しません。しないの？はい。なんで？その衣装自体何も持ってない。じゃあ俺はなんか買ってきてあげるよ。かわいいやつ。いい。変じゃないやつならいいでしょ。いい、猫耳とかでしょ。かわいいね。あ、いい、遠慮しとくわ。じゃあ、うん、魔女の宅急便だ。遠慮しとくわ。こう来たか思った、似合わないから遠慮しとくわ、うん、じゃああれ、ラムちゃんの格好しようぜ。ラムちゃんってどんな格好？この歌わかる？わかんない。ハッピーハロウィン。てかこれ前から車来たらどうしようかね。うん、てか降りるときもどうすんの？まさかバック？それはない。クマ出ないかな。今年はまだ見てないの。熊も夏バテかな。この時を左なんだけどな。建物とかないよね。ないね。ないない。もう終わった感じ？明かり兼有。あ、電線がある。この電線たどればいい。今のとこれ分かれ道？この道路をどっかで左に曲がるんだけど、どこだろうね。道路なのか。え、うん、道路なのか。え、後ろのカメラが振動感知しただけ。あ、そうなの。うん、そうすると何、写真で音を、うん、写真はわかん、撮ってなかったかな。いや、撮ってたっけ、わかんねえ。まず後ろのやつなんて使うことがないからね。あれ、行き止まり。行き止まりですね。あ、完全行き止まりだ。え？何あの針金。現在地を表示します。
これは NTT ドコモか。で、あれは何だろう。まさか人乗ってないよな。しかもそれすごいところに止まってるよね。ロックされてるの。車検通したばっかりじゃん。